みんなで防災ウィーク。今回取材に協力してくれるのは福岡市にお住まいの朝です藤井ディレクターのご家族です。小学校4年生と2年生の娘さん4歳の男の子とこの時外出中の中学1年生の息子さんがいる6人家族。今日はみんなに停電ごっこをやってもらいます。なんで嫌なの？なんで停電が怖いと？皆さん停電ごっこをご存知ですか？災害時の不自由な生活の疑似体験を遊びの中からやっちゃおうという家庭でできる防災訓練のことなんです。じゃあ今日の停電ごっこも遊びだ。そう、みんなで頑張れる人。はい。あ、手上がった。停電になったことがないのであまりこうイメージはできないですね。でもブレーカー落ちたことはある。ブレーカー落ちたことはありますけど。まずは藤井家のもしもの備え覗いてみましょう。ライトです。パッと見たところランタンやヘッドライトなどの明かり系、お水を注ぐだけで食べられる非常食やお水など家族6人分を考えて準備している藤井家、立派ですね。がしかしこれでしょ、これが賞味期限が切れそうなんですよ。もうこれやばいね、これね。乾パン、それは21年2月切れてます。一度用意するとそれで満足、そんなお宅多いのでは。停電ごっこは我が家の備えを確認するきっかけにもなるんですよ。午後7時日没まであと20分ほど。外出していたお兄ちゃんも帰宅し、家族6人で停電ごっこが始まります。じゃあみんな行くよ、停電ごっこスタート。あれ地方はどこだ？どこ？お部屋が暗くなると明かりを取りに行く子供たち。いいね、綺麗やね。今回の停電ごっこは夕飯前に停電が発生、同時にガスと水道も止まり、それが何日続くかはわからないという設定で行います。時間は夕飯時。まずはみんなで体験するのが災害時の夕食。そこで出てきたのがガスコンロ。今日はレトルトのカレーライスを湯煎して温めます。するとキッチンの方から物音が。水が止まってます。あ、そうでした。慣れない体験に四苦八苦、停電ごっこの行方はいかに。そうでした。停電ごっこスタート。お家でできる防災訓練停電ごっこ、今回は電気ガス水道すべてストップとストップした設定です。あ、光った。子どもたちがまず持ってきたのはお水。この日の晩ご飯レトルトカレーを温めるためにこのお水を使います。そうこうしていると、トイレ行っちゃう。でトイレ行ってもいいよ。で扉の前にお水を取って、これで流し、いつもは当たり前に行っているトイレなんですが、くっら。ライトないからだ。もうつけたらダメ。これ階段で、そしたら階段で、これ普通に流してない？流してない？え？あら、水流しちゃった。やべ。うっかりもありますが、本来なら備蓄のお水を使って流します。そしてトイレの後に使うのはこれ、除菌シート。さあ、それ
それではご飯の準備再開ですよ。え、これご飯ってどれぐらいできる？スマホってまだギリギリ10分。電子レンジなら、これほら湯煎したらいいって書いてある。湯煎で何分？15分。電子レンジで3分のレトルトのご飯も湯煎では15分かかります。ご飯が食べられるようになるまで節水のためにお水で洗わなくてもいいようにスプーンにラップを巻きました。みんなで待つこと20分、カレーの出来上がりです。せーの、いただきます。暗い中ラップを巻いたスプーンで食べるカレー、これが結構食べにくいんです。アンリちゃん一口でラップをあらららとっちゃいましたよ。だって食べれないもん。食べにくいもん。今日もいい？体験してみて初めてわかることありますよね。午後8時、末っ子のはるきくんはお風呂の時間。でもお風呂に入るには水が使えない。シャワーどうするの？シャワーも浴びれない。じゃあさ、これにちょっと水出してぬるくすればいい。おお、長男タクト君のアイディア。湯煎で使ったお湯にお水を足してタオルで体を拭くことにしました。ナイスアイディア。偉いね、ハルキ。暑くない？あったかい。あったかい。あ、よかった、あったかい。あ、お顔綺麗になったよ。そしてでは、停電ごっこ終了です。あー、なんか久しぶりに明るくなったね。あ、なんか眩しい ね、 ね。どうやった？いつも当たり前に伝えてることが、使えなくなるかもしれない。なんか停電ごっこですって言われて、あ、電気がつかないんだっていうことがパッて思ったけど、トイレの水も流しちゃいけなかったんだ。レトルト食品を温めるときに、あ、水道の水使えんのやったとか、これが使えないんだ、これもできないんだっていう不便さがこうポコ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 出てきたので、何ができないのか分かってよかったです。いざというとこういう体験してるのとしてないのと全然違いますよね。いや、この経験値は大きいと思いますね。なんか小さいお子さんだと、あれしなさい、これしなさいって言うとちょっと入ってきづらいけど、はい、遊びで変えるとですね、そうですね、分かりやすいですよね。で、実際に体験してみることで、あ、こういうものが必要だと、これはひょっとするとあんまりいらないかもしれないみたいな、家族によっているもの、いらないものあると思いますので、そうですよね、それを見つけることができるってことになるでしょうね。ちなみに、あの備蓄用のお水1人1日3リットルと言われているそうですが、1時間30分の停電ごっこで使ったお水が 4.5 リットルだったそうです。結構備蓄しておかなきゃいけないということになりますね。まあ、どんな災害かによって必要なものなどもこう違ってくるかと思いますが、まあ、気をつけることたくさんある中、今回はですね、はい、防災士でもある KBC の太田雄介解説委員に4つ挙げていただきました。はい。1番、停電の時携帯電話の明かりはできるだけ使わない。これどうしてかというと、やはり携帯電話というのは貴重な情報源なので、まあ、優先して充電を、あの充電量を守るということですよね。なるほど。まあ、電気に使っちゃうのもったいないという話です。はい。じゃあ、もう携帯、あの、なんライトを、ね、用意しておかなきゃいけない、ね、ということですよね。そして2番目、事前にマンションの階段を確認しておきましょうと。あの、まあ、身近なところにある階段ではあるけども、ほど普段絶対使わないですよね、なかなかね。ですので、まあ、例えばどれくらい急な階段なのかとか、そういったものも確認しておいてください。それから3つ目、最寄りの避難所への経路を確認してください。これ場所を、避難所の場所だけではダメなんですね。どういうふうに通っていくか、例えば、あの、大雨で川が増水しているとこの道使えないなとか、ここの斜面は崩れているかもしれないなとか、そういったものも確認しながら避難所への経路を確認するということが大切。お散歩しながらね。そうですね。そして4つ目、家族の連絡先を紙に書いて貼っておくと。覚えてないもんね。覚えてないし、携帯の例えば充電が切れてしまった時に、そこにアドレス入ってる、入ってると、もう、そうだね、ね、分かんなくなっちゃうから。ね、はい。それからね、こういったものもあります。はい。防災グッズも進化しておりまして、収納簡単カプセルテント、ドラえもんとかですね、というやつです。はい。
構特徴が大きいですよね。山田さんでもちょっと入ってみましょうか。入れる私181センチあるんですけども、大きいかなり中に入ってもね、はい、全然すっこれ入っちゃいます。高さ2メートル15センチあります。ただ横と奥行きは95センチですので、割とあの余裕がありますね。ありますね、はい。どういう時に使うんですか。倒せば、うん、あの寝ることもできますけど、立てて使うとトイレとか更衣室にも使えるということで、あの避難所でなどでも、はい、プライバシーを確保できるということですよね。でこれ中にですね、これのケースがあるんですけど、はい、あの割とちっちゃく収まるんだなと思って。あ、じゃあ備えておくといいかもしれませんね、はい。であの大きくするのも割と簡単に大きくできますので、こういったものがあるといい、ね、まあ、避難所などでも困らないかもしれませんね、はい。じゃあ山田さんもう一度入っていただいて、はい、ずっとそこにいていただいて、レジャーでもこのまま運んでいただいてよろしいですか。一緒に出ましてください。防災いろいろでした、はい。